はい、皆さんこんにちは、タカです。お金の学校3期第2回のシェアをしていこうかなと思います。今回は言葉の力ですね。私もマイナスなことを考えたり思ったりすることはありますし、もうダメだと感じる瞬間も当然あります。でもそれは口に出すことは避けましょうと。マイナスな考え方をするなっていうのは難しいし、それが理想なんでしょうけど、実際に思ってしまうことってあると思うんです。ネガティブな感情が押し寄せてくることあります。しかし目標を持って夢に向かって進んでいく時には、そのマイナスな考えというのは口に出すのは避けるべきだと。もしマイナスな言葉を口に出してしまった場合、それを自己点検して再び言わないようにすると、ああ言っちゃった、ダメだと、言っちゃいけないなと気づいて言わないようにすると、そういうところをしっかりとやっていきましょうっていうお話でした。言葉には強力な力が宿っていて、自分の言葉が自己イメージだったり信念に影響を与えてしまいます。ネガティブな言葉や考え現れた時は、それをセルフチェックして肯定的な言葉考えに切り替えて、ポジティブな変化に自ら自分でやっていくと。自分自身に対する言葉の選択に気をつけて、ポジティブな言葉を意識的に使ってみると。そうすることによって、見えないものが見えてくると。できないと感じていたことが実はできることがあることに気づくと。できないと言ってしまうと、自分のできることに限界を設けてしまうことになるんですけど、できると思えばその限界を超える可能性を持っているんだと。一生懸命自分がやりたいことの分野に取り組むことで、それが意外な才能を発見し成長することができ、そして時間とお金を投資することで実現可能となったりしますと。そうやって自分の可能性を信じて、できないではなくてできると信じて限界を超えていくことができるんだと。これはすなわち言葉だったり考え方を変えることで、できないと思っていたことが実現可能なものに変わるんだと。それを前向きな言葉で、前向きな考え方で自分の可能性を信じて、新しい自分の人生を紡ぎ出してみると、そういうお話をしていただいたのかなと。できないことが実はできるんだという可能性を目を向けて自己成長していきましょうというお話でした。ありがとうございました。